フロログルシノールは互い変異生態を持った天然にも存在する有機化合物の一つである。多感能性であるため有機合成における中間体として有用であり、医薬品や爆薬の合成原料に使われる。フロログルシノールはフェノール型である1、3、5、トリヒドロキシベンゼント、ケトン型である1、3、 シクロヘキサトリオンの2種の互い変異生体が存在し、それぞれ pH に依存した化学平行の関係にある。フロログルシノール類は植物や細菌などにより生合成される。例えば、そのアシル誘導体はオシダ族の一種であるドリオプテリスアルグタの養生体に存在する。また、 滑走類からもフロログルシノール誘導体は単離されており、単ン,ンの一種であるフロロ単ン,ンを合成する滑走も知られている。フロログルシノールは、そのフェノン誘導体からフロレチンヒドロラーゼによって、加水分解されることでも得られる。フロログルシノールは、果樹の樹皮から初めて単離された。なお、上圧における、 フロログルシノールに水和物の結晶の融点は116、摂氏117度だが、無水や獲物の融点は218、摂氏220度と高い。沸騰はせず、消化性を持つ。フロログルシノールの合成法はいくつか知られているが、代表的なのはトリニトロベンゼンを経由した合成法である。通常、アニリン誘導体は水酸化物イオンに対して不活性であるため、 この合成法は注目に値する。これは、トリアミのベンゼンが移民体との互い変異性を有することで、加水分解を受けやすくなっていることに起因する。フロログルシノールは、ヒドロキシルアミンとの反応では、ケトンのように振る舞い、トリスを生成する。また、ベンゼントリオールとしても振る舞い、3つのヒドロキシル元をメチル化させると1、3、5、 トリメトキシベンゼンが生成される。フロログルシノールは、ジアゾ染料と結合して速やかに黒色を与えるため、主に印刷のカップリング剤に使われる。フロプロピオンの合成原料として使用される。また、爆薬の合成原料としても使用される、フロログルシノールは、ヒラナメスジに対しヒアトロピン製の鎮静作用を有する。したがって、 平なめすが存在する箇所、すなわち、血管、気管支、腸、尿管などに対して、ひとくい的な鎮型作用を持つ。フロログルシノールは、胆石や消化管の経攣痛、その他消化器疾患に薬として用いられる場合がある。ありがとうございます。